普通と違うクマ階段慣れしてる皆さんにとってどの程度の怖さになるか分かりませんが俺が中学生の頃列車で会って仲良くなったご老人から聞いた話を話させていただきます。ご老人の住む村はマタギ集落と呼んでいいぐらい多くのマタギが住んでいます。 今現在はどうなってるかは分かりませんが。山のことに精通し大きなクマと相対するマタギは度胸も人並み以上なんですがそんな彼らでも恐れる存在があってそれは普通と違うクマなのだそうです「普通と違うクマ」というのは3種類ほどいてそれぞれに名前があったと思いますが全身真っ黒なクマ。 全身真っ白なクマ通常のサイズよりずっと大きなクマなんだそうです。新人深いマタギ衆の方々はそれらを山の神様の化身として恐れあがめていて山で出会っても絶対に打ってはいけない万が一仕留めてしまった場合はマタギをやめなければならないとのことです。そう話した上でお年寄りは自分の村で起きた話をしてくれました。 彼の村にはその昔イチローさんといいう方がいました。村でも指折りのかなり腕の立つマタギだったそうですある日のことイチローさんが仲間と共に山へ行くとちょうどいいところに月のアグマがいましたのですかさずしとめました喜び遺産でしとめたクマに駆け寄ったイチローさんですが 熊の胸元を見て彼の顔色がさっと変わりました。月の悪魔なら胸元に必ずあるはずの白い模様がなかったんです。そんなバカな必ずどこかに白い毛があるはずだと必死に探す一郎さん。しかし、ただの一本も白い毛は見つかりませんでした。結局、彼は掟きてに従いまたぎをやめました。 またぎを辞め農業に精を出すことにしたイチローさん。しばらくは新しい仕事も順調で何事もありませんでした。ですがしばらくすると妙なことが起き始めました。イチローさんが夜家にいると何やら匂いがして息遣いも聞こえる。元またぎのイチローさんはすぐにそれがクマのものであるとわかりました。 しかし家の中や周囲を探してもクマはいないまたある時は一郎さんの畑にだけクマの足跡がたくさん残されていたこともありました別の日の夜彼が夜道を歩いていると後ろに気配する振り向くとそこには仁王立ちになったクマが胸元には白い模様がないあのクマだ こんなことが続いて、一郎さんはすっかり人が変わってしまいました。恐怖を払拭するためかお酒の量も増え、酔うと永遠あの熊の話をする。あいつは俺を許してないんだ。俺はいつか必ずあいつに殺される。そして、とうとう最悪のことが起きます。ある日の夜、 やはりお酒を飲んで酔ってた一郎さんは何やらわけのわからないことを叫んだかと思うと外に飛び出し、そのままいなくなってしまいました。村の人たちは手分けをして探しましたが、一郎さんは影も形もありません。しかし数日ほどして、村のすぐ近くを流れる川で釣りをしていた子供が一郎さんの遺体を発見しました。 見つかった一郎さんは川岸の岩に腰掛けて、一見すると座ったまま眠ってるんじゃないかという状態で亡くなっていたそうです。また、岩の周囲には熊の足跡と毛がたくさん残されていました。余談ですが、一郎さんを発見した釣りをしてた子供が、この話を聞かせてくれたご老人ご本人です。 俺自身は本当に熊の幽霊が出たかどうかは分かりませんけれど一同さんにつきまとう熊の影は多くの村人も見ていたそうですそうなるとやはり山には人間の知識や常識が通用しない何かがあるんじゃないかと思えてきます